れ、電車が動かない。なんかガタガタ揺れているね。これはメンタルサーカス技。IFV ではよくあるけど、電車でスタックしたのは初めて。味方の乗り物がスタックして困っていたら、他の乗り物や爆発物で動かしてあげるといい。ただし、バギーで押そうとすると、KIA で死ぬことがあるので注意よ。私は死んだ。皆さんも切り株には気をつけてくださいね。で、普通ならんわ。皆さんこんにちは。霊夢です。マリサです。フランだよ。スミです。さてさて今回は、ゴルムドレイルウェイのコンクエストになります。前回の訂正をすべく、途中参加で途中から録画の、戦車動画を掘り起こしてきました。始まって15分経ってんじゃん。ここ4ヶ月中、実動2ヶ月で、ほとんど歩兵戦ばかりやっているんだよね。さらに、4ヶ月でこのマップはこの1回しかやっていないかも。さて、デルタは相手に取られてしまっているわ。あの拠点は列車になっていて、取った側に移動するのよね。一度取られると取り返しにくいな。ただ、経験的に勝敗にはあまり関係ないかもしれない。結局、優勢な方がアルファ、ブラボー、チャーリーの3拠点を抑えて、勝利することが多い気がするね。その他の特徴としては、このマップは C4 バギーの聖地だぜ。今も敵に3人ぐらい、C4 バギーする人がいるみたいよ。なので、バギーをやや優先して追いかけ回しています。何事も、ノーリスクでやらせないことが重要よ。このマップはどういう方針で動いているの？ A、B、C 拠点の内側に位置取りをして、味方歩兵が優勢に戦えるよう補助します。敵の戦車とバギーの位置は常にチェックね。スポットしてくれる良いチームだわ。バギーです。地雷もいくつも巻いてあって、ナイスな味方よ。最終的には、歩兵戦で勝負が決まるマップだと思う。どの兵科も活躍できるが、バランスは大事よ。公平は多めでね。A、B、C 拠点の前に、地雷をばらまいて戦車を足止めし、偵察兵が PLB でロック。そして、ジャベリン、スラウ、ローなどで集中攻撃するのね。援護兵の弾薬補給も重要よ。そうそう、マップが広いので偵察兵のビーコンも活躍するわ。どの兵科も活躍の場があるマップだと思うけど、自分の兵科ってどうやって決めればいいかな？まず、どの兵科もできる人は、他の分隊員の兵科を見て、調整してあげるといいと思う。分隊に援護兵が一人欲しいな。弾薬補給はかなり重要ね。そして、兵器マップでは、残り全員砲兵でも構わないので、わからなかったら、砲兵で出ると間違いはないと思います。さらに、バリエーションとして、エース突撃兵がいるチームは、中央拠点の取り合いが有利になります。必要な能力は、とにかく打ち合いに強いこと。8.5 以上の強さは必要かもね。このクラスの人は、自分で自分が強いことを認識していると思う。回復も必要なので、分隊で一番強い人が突撃兵で出るといい。ただし突撃兵ばかりだと、チームとしては弱くなるので注意よ。偵察兵はどうなの？それが一番の問題だ。うん。まず、ゲームを楽しみたいのだから、誰しも使いたい武器や兵科があるのは当然だし、それ自体を否定することはできない。ただ、それと同時にマルチプレイに参加するのだから、自分だけじゃなく、他人の楽しみのことも考えないといけないわ。要するに、偵察兵は一番難しいので、初心者は、偵察兵でコンクエストに出ない方がいいということよ。終わりの方で紹介するけど、実はこの試合、敵にポテチがたくさんいることが問題なんだよね。そして、SR の扱いが難しいことだけじゃなくて、偵察兵の強力兵器である、ビーコンを効果的に設置するには、経験が必要になるのよ。打ち合いが強かったり、兵器の扱いに長けていたりするのと同様に、効果的なビーコン設置という形の上級者もいるんだ。歩兵マップで、私は翼敵の裏取りをブロックする係なんだけど、うまいビーコンってほんと怖いんだよね。だから、他人のビーコンを経験したり、他の兵科を一度やってみてから偵察兵に戻ってきてほしい。初心者がポテチの方向に行ってしまったら、コンクエ人生、終わりなので気をつけてね。彼らはもう、言葉の通じ合う人であることをやめてしまった種族なんだ。そこまで言うか。おっと危ない。油断するとまた雑談で終わってしまうわ。前回の訂正をする予定だったのに、このありさま。前回、電車の弾速を間違えてしまいすみませんでした。間違いの原因は、偏差値を SR との比較で考えたところにあります。
SRR61 との偏差の比較から想像したのですが、よく考えると、SRR はいつも8倍スコープをつけっぱなしにしているので、8倍大きく偏差を考えていました。それに気がついて、スコープ外して撃ってみたら、めちゃくちゃ偏差が小さくて、びっくりしちゃったよね。うわ、攻撃ヘリに一瞬で81も削られた。しかし、なぜかそのまま墜落。誰かが、操縦者を撃ち抜いたかな？緊急避難して修理します。で、話を戻しますと、30フレームで録画して測定してみました。その結果、サボット弾が98メートルを12フレーム。つまり、秒速245メートルとなりました。え、そんなに遅いの？私もびっくりしちゃった。弾道が見えるのは、弾が大きいからだと思っていた。続いてキャニスターが100メートルを8フレーム、322メートルを18フレーム。あれ？フレーム数が距離に比例してないじゃん。そうなんだよね。秒速375メートルと537メートルになってしまった。多分、発射タイミングを正確に掴んでいないんだ。発射の瞬間って、3フレームほど右上の絵のように、かなりフラッシュしていることも何か関係しているかな。で、ここまで考えて、これどこかにデータ出てんじゃね？と思って、調べてみたんだよね。そしたら、シマシックに乗り物のデータが出ていました。ベータ版と書いてあるので、最近できたのかな？正確ではないかもしれないって書いてあるね。で、これがデータです。さっきは、秒速245メートルだったから、本当にこんなものなのね。HE 弾は、正式にはヒート弾なんだね。さらにふむふむ、弾速自体は、差があるといえばあるんだね。重力加速度のデータがないんだけど、速度の差以上に、サボット弾は落下が緩やかに感じる。次に、副砲の方を見てみようか。これは、本当なのかな？キャニスターの方が、HMG より遅いという感覚がないのよね。私が測定したデータで、弾発射までに 0.1 秒かかると仮定すると、フレーム数と距離が比例して、弾速は600になるのよね。今後の正確なデータに期待ってところね。その他に、データを見て思うのは、LMG 選ぶなら、HMG の方がいいように思う。LMG は人以外にダメージが入らないものね。これは LMG の問題というより、HMG の性能が少々良すぎるのかも。実際、ほとんどの人が HMG を選択していると思う。対人が強い上に、天敵であるヘリにそこそこのダメージが入るからね。あと知らなかったのは、キャニスターは航空機を一発で倒せるということ。ヘリと戦闘艇だけ、意図的にダメージを低く設定してあるようよ。残りの軽車両と航空機は、全部一撃なのね。さて、ゲームの方ですが、敵の C4 バギーが対空砲を壊したところです。まったく、やれやれだぜ。やろう、どこ行きやがった。ちゃんとお仕置きしておかないと、しつけが肝心よ。犬なのか？ガンナーが何か見つけたかな？これどっち、ハウス。何かがある気がする。どうも倒せたようよ。倒せたことを確認しやすいので、まずは、スポットしてもらえるとありがたいわ。そういえば、皆さんはスポットを押しやすいところに設定しているかな？私は人差し指の横のキーと、ホイールの前コロコロの2箇所に設定しているよ。これは何にロックされているんだろう？航空機だと思う。対空砲が、さっき C4 バギーにやられたばかりだからね。航空機がやりたい放題に暴れている。前からバギーが来ているけど、バレバレだね。こら、スネ、何やってんのよ。HMG で壊せるかと思った。四方かキャニスターだと一発だったんだけどね。シムシックのデータを見ると、HMG は、ジープにはダメージ 6.1 ずつしか入らないのか。300rpm だから、壊すまでに 3.4 秒もかかるのね。つまり、HMG の場合は、運転手を狙わないといけないんだね。さて、現在 G 拠点が狙われているわ。味方への戦車は、ガンの控え。彼らは、もう言葉の通じ合う生物ではないわ。っていうか、あいつ的に後ろ取られてんじゃん。放っておけば、面白いのに。そういうわけにもいかないので、助けます。車列の一番後ろが戦車よ。攻撃ヘリも一緒に来てくれているよね。攻撃ヘリは対空砲に弱いけど、戦車にとっては相変わらず一番の脅威よ。航空機の機銃も結構痛いんだよね。対空砲のアクティブレーダーが弱体化されたので、対空砲には腕のいい人が乗らないと、大変なことになってしまう。この試合も、味方航空機が自由に飛び回っているぜ。
対空砲の位置取りについて、後で説明するわ。あれ？もう一台 IFV いるのか？さっきのは、味方の実られたのかも。隙間からドーン。ヒットマークが出なかった。マップで、こっちに向かって来てる歩兵がいるわよ。あれは、何らかの対抗手段を持っている人の動きね。このマップの IFV は、ちょっときつい。戦車に戦闘機、ヘリ、G4 バギーと、苦手なもののオンパレードよ。長い時間戦闘していたので、一旦状況確認のために大きく下がりました。実は今、味方芋戦車は、敵のもう一台の IFV に壊されちゃった。新品の戦車が IFV に壊されるとは。ここで、2番席の人が、降りて拠点に入ってくれるとありがたい。特にこの拠点は、周りが全部建物で囲まれているので、戦車で入るのは極めて危険です。さっき3台車両を壊したから、私だったら、絶対 C4 持って復中に来るぜ。二人はミニマップで確認できたけど、まだいそうだわ。一人はこの建物にいるはずです。あ、奥にもう一人いるわ。ってことは、三人いたのね。やっぱり、危険な場所ね。お、この攻撃ヘリはカモだぜ。あ、いいところで終わった。ビデオ回す前に、歩兵で軽く死んでるので2ですね。軽くかよ。この後、少しマップを見ながら話をするわ。これは、戦車で2回目に出撃する直前の状態よ。まず、最後に敵 IFV が連続で出てきた理由を教えて。今、G 拠点の IFV は味方のなの。これが敵拠点に変われば、爆発して敵 IFV が出現するんだけど、今この状態のまま、敵に乗られたんだ。この後、G 拠点は敵のものになるわよね。普通、IFV は新たに湧くまでに60秒かかるんだけど、陣営が変わる時だけは、壊れた瞬間に湧くんだ。つまり、敵が乗った味方 IFV を壊した瞬間に、敵 IFV がまた湧いたのね。多分、それで合っている。次に、左下にいる敵の対空砲についてはどう？あれは、致命的に位置取りが良くない。味方偵察ヘリがあんな近くに行ってんじゃん。完全に舐められてるわね。このマップでの対空砲の重要な役割は、アルファ、ブラボー、チャーリーの上空に敵ヘリを侵入させないことよ。特に攻撃ヘリがいると、今の状況のように、戦車が何台も A、B、C の内側にいることはできないの。準備は偵察ヘリも湧くしね。私の場合は、図の緑の場所によくいた。例えば、左陣営の緑のところにいたとすると、アルファからチャーリーをガン守りしつつ、ゴルフ以外はカバーできるんだ。G や F 拠点の守備を強化したいときは、矢印のように動くと見えます。ただし、欠点もあるんだよね。なになに？フォックストロットを敵に取られている場合、あっという間に C4 バギーが来るんだ。だから、この味方対空砲のように、右上の高台に位置するのもありなのね。ここだと、線路より南は守れないんだけど、重要3拠点は最低限守れるので、悪くはないと思う。おや？これは？こんなところに突然ビーコンか。C4 バギーが生まれた。これ、上を大回りしてきたのかな。プロだわ。ちょっと時間が長くなってしまったから、ポテチのことはまたいつかやろうか。どうしてお芋さんがダメなのか、数学的にシミュレートできると思うんだけど。それでは皆さん、また見てくださいね。いい夢見ろよ。